どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は今週の特旅マイルキャンペーンですね、 ANA の、必要マイル数がね少ないマイルで搭乗できるね、キャンペーン、今週の特旅マイルキャンペーン解説していきたいと思います。この特旅マイル、キャンペーンなんですけども、必要マイル数がね、まあ、少ないマイルで、利用することができるということで、期間が1月の15日から、21日までが予約期間で、搭乗期間が16日から、22日 の、の間ということでね、期間が決まっております。でこちらね、インターネットね限定の、キャンペーンですので、こちらはね毎回言わせていただいておりますけども、インターネットの限定ということなんで、 ANA のウェブサイトもしくは ANA のねスマートフォンアプリでね、予約することが必要となってきておりますんで、間違いないようにしてください。デスクとかにね、電話して、予約してしまうとですね、普通のマイル取られますんで、その点だけはね、注意していただきたいなと思います。でですね、で今1月の、中旬ということで、1月6日からですね、2月いっぱいまでですね、ANA のシーズンチャートってありますよね。まあ、あの、必要マイル数が、まあ、変わる、まあ、ローシーズン、レギュラーシーズン、ハイシーズンっていう感じで、まあ、シーズンによってね、必要マイル数って、まあ、違うんですよね。まあ、もちろん、繁忙期と呼ばれている、まあ、シーズンは、まあ、高くなって、まあ、閑散期と呼ばれている、シーズンは、まあ、必要マイル数がね、まあ、少ないっていうのは、もともと少なくなったり、多くなったりしてるんですよね。で、今のシーズンは、ちょうどこの閑散期っていうシーズンで、まあ、もともと、まあ、必要マイル数は少ないんですよね。ですので、まあ、すごいね、お得を求める方は、まあ、観光シーズンだったらね、まあ、いいと思うんですけども、まあ、そうでない場所はね、まあ、そこまでお得では なくなってくるのかなっていうのは、まあ、ちょっとね、意見として、まあ、あるかなっていう感じなんですよね。まあ、それもね、ちょっと合わせてね、覚えておいていただけたらなと思います。今回ね、0から300マイル区間が、まあ、もともと、レギュラーシーズンだと、まあ、6000マイルなんですけども、まあ、今のローシーズンだと、まあ、5000マイル。で、今回、301マイルから800マイル区間が、301マイルから800マイル区間は、レギュラーシーズン7500マイルなんですけども、今はね、ローシーズンということで、まあ、6000マイルで、まあ、片道発券できますっていう期間となっております。それではね、まあ、ここら辺にバンとね、こっちかな。表をね、バンって出しておきますけども、今回ね、トクタミマイルの、おすすめ路線としては、まずこの赤字になっている、羽田釧路、名古屋、から札幌、あと大阪伊丹から青森っていう感じで、まあ、こちらはねもともと6000マイル区間なんですよね。ですけども今回ね、3000マイルのね、キャンペーン区間でね入ってきてますんで、まあ、片道本来ね6000マイルかかるところが、まあ、往復で、まあ、半額になってますんで、この区間は。まあ、往復でね、まあ、6000マイルっていうことで、まあ、本来ね、片道でかかるマイル数で、往復できてしまうっていうことなんで、まあ、ぜひね、この3路線はですね、まあ、おすすめ、今回のトクタミマイルのね、キャンペーンの中でも、かなりおすすめの路線となっております。でですね、今回ね、羽田路線がすごい多いんですよね。で、あとね、名古屋路線も結構多いんですよね。利用できそうな方はね、ぜひ積極的に狙っていただけたらなと思います。こんなに名古屋が多いのってあんまり多くない気がするんですけどね。やはり羽田、まあ、あたりがまあ多いかなっていう感じなんですけども、まあ、今回ね、羽田もすごい多いんで、で、今回ね、4000マイル区間、まあ、キャンペーンマイルで4000マイル区間はね、とても多くなっているんで、まあ、本来6000マイルかかるところが、まあ、4000マイルということで、まあ、ちょっとお得になってるっていう感じなんですけども、でもね、ここまで路線が多いのは、まあ、かなりいいんじゃないかなと思います。っていう感じですよね。まあ、羽田からね、結構出てますもんね。名古屋からも4路線。全部で6路線、5路線か。全部で5路線ですね、出ておりますんで、まあ私的にはね、やっぱり羽田成田、まあ私羽田メイン空港なんですけども、まあこんだけね、せっかく
減額、特大マイルキャンペーンねやっているのであればね、いろんな空港でね、まあ対象空港はね多ければ多いほどね、まあ利用できる方ね多くなりますんでね、ぜひねあのたくさんの空港をね対象空港に、ね、入れていただきたいなと思いますんで、まあ今回ちょっと羽田多いですけども。まあ名古屋はね、中部が多くなってきたのはすごくいいんじゃないかなと思いますね。なんか減額マイルキャンペーンとかだとほとんど羽田と成田ばっかりですもんね。あの、まああっちは国際線ですけども、でもやっぱりね、羽田成田ばっかりだったらね、うん。できれば直行便のね、近くに直行便が飛んでるところだったらね、ぜひそこを利用したいっていう人もね、もちろんいらっしゃると思いますんでね。っていう感じでございますかね。いかがだったでしょうか。まあ今回のねこの動画はまあ私がねあの毎回あの動画で言わせていただいてるんですけども、まあ、ANA のね特旅マイルキャンペーンのこのね路線の紹介図がまあちょっとね毎回分かりづらいんですよね。うん、っていうのでまあ私がね別の表を作らせてね一気にガンってまあ紹介させていただいてるっていう感じなんですよね。私自身がねまあ見て分かればねあの利用しやすいかなと思ってねまあ作らせていただいてる動画となっております。でまあ特旅マイルキャンペーンでまあこちらね前日までに抑える空席さえあればね抑えることができますんで、まあ来週フラットねあの休みまあ週末フラット休みが取れたとかね、まあ急な休みとかでもね前日までだったら発見できますんで、ぜひねそういう使い方もねまあありなんじゃないかなと思います。でね、北海道路線とかもねまあすごいお得な路線でまあ出てますんで、まあちょっとねこの機会に行ってみてはいかがでしょうかっていう感じですね。で最後になんですけども、前回のね動画で言い忘れたんですけども、国内航空券のまあ利用済みの券ありますよね。まああちらをですねデルタ日本旅マイルだったかな、デルタ航空のサイトにねそれを送るとで、まあ送るっていうかまあ電子メールになったんですけども、電子メールで送るとね、500マイル貯まるんですよね。利用済みの特典航空券のチケットであってもね、もちろん普通の航空券でもいいんですけどもね。まあそういうのを、それをね、送ると、1枚につき、まあ500マイル貯まるキャンペーンをね、ずーっとやってるんですよね。ですので、ぜひね、国内、航空券ね、まあ利用、国内のね、飛行機利用された際にはですね、ぜひ積極的に申請していただければなと思います。まあこちらね、アカウントを作って、まあ送るだけで、しかも無料で、もちろん無料でね、貯めることができますんで、で、デルタ航空のね、マイレージはまあ無制限ということですんで、無期限っていうのかな、うん、有効期限がないので、まあ、特典航空券までね、特典航空券分のね、マイルを貯めれば、まあ、利用できてしまいますんで、まあ、変な話言ってしまえば、まあ、無料で貯めれて、まあ、飛行機乗れちゃうっていうね、こんな美味しいことはないんでね、ぜひ、塵も積もればなんでね、皆さん、ちょっとめんどくさいんですけどもね、条件とかがあってね、ですけども、ぜひね、積極的に、このキャンペーンで、ね、利用してみてはいかがでしょうか。まあ、今回の動画ではね、今週の特旅マイルキャンペーンね、紹介させていただきました。ちょっと短い動画になってしまいましたけども、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。